皆さんこんにちは。エトボスオフィシャルメイクアップアーティストの阿部です。今回は2人の素敵なゲストをお呼びしてメイクに関するお悩みを解決していきたいと思います。それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、イベシです。普段は YouTube とやっております。お願いします。こんにちは、中瀬小雪菜と申します。普段は PR プランナーとモデルのお仕事をさせていただいています。よろしくお願いします。イベシさん、雪菜さん、よろしくお願いします。お願いします。ではまずイベシさんからお悩みを聞いていきたいと思うんですけども。そうですね、私の悩みはやっぱり童顔で、ちょっと全体的に顔が薄いっていうのがちょっと悩みなんですよね。イベシさんの魅力を引き出しながらね、雰囲気も大人っぽく近づけていきましょう。ありがとうございます、楽しみです。じゃあ今回はそんなイベシさんのためにこちらのアイテムをご用意しています。ミネラルクラッシーシャドウロゼブラウンです。こちらのカラーはレイヤーしてもすごく綺麗に仕上がりますし、立体感が出るので大人っぽくも仕上がりますし、単純にパーツで分けてつけていただいてもグッと表情を引き出すことができる、とても便利なパレットになっています。1色目こちらのカラーをのせていきます。落ち着いたパールって大人っぽさを演出しますからね。ニュアンスカラーで肌なじみのいいカラーにもなってますので、余ったものでいいのでノーズのところ全体にまでのせてあげると大人っぽい表情を引き出すことができます。あ、すごいですね、深みがあってすごい大人っぽいカラーですね。ゆびさんいつもどういうカラー使われるんですか？ブラウンとか、そういうカラーが多くなっちゃいますね。こちらのパレットってロゼの、色っぽさっていうのをプラスしながら普段のブラウンの要素を持ってますので、出入りにも使いやすいと思います。2色目は一番濃いカラー、あえて内側にのせていきます。そう、この内側にのせていくことによってさらにこう目元がグッと締まっていくんですけど、さらに外側ではなくて内側に影を入れることによって大人っぽさというのを上品に演出することができます。どうでしょう、締まりました？そうですね、だいぶ締まりました。目の下にも色を入れていきたいんですけど、こちらの締め色のカラーですね、同じカラーを天井の方を見ていただいて、このね、下まぶたのところとつなげるように上まぶたにつなげてつけていきます。で、馴染みがいいので指の体温で温めながら馴染ませるような感じで触ってあげると簡単にグラデーションっぽくすることができるので、陰影もね簡単につけれるんですよ。で、そしてさらに目の下のここのフレームもですね、囲んであげることによって大人っぽさってすごく表現できますので、今度はこちらのピンク、ちょっとニュアンスカラーの入っている大人っぽいピンク、甘さを控えめなねピンクになってるんですけども、こういったカラーで囲み目作ることによってグッと表情がさらに、そうですね、ちょうどいい感じのカラーですね。すごい女性らしさもあってすごい素敵です。それからハイライトカラーですね、こちらのカラーですね、塗っていく部分としては眉下、この眉下に少し明るめのカラーを乗せていただくことによって、これもね指でなじませてしまうとすごくナチュラルになっていくんですけど、こうすることによって立体感がぐっと出てきますのでね、この目のここの鼻球骨ですね、ここの立体感を自然に引き出してあげることによって立体感が出るとさらに大人っぽさというのが演出できます。立体感一気に出ましたね、すごいです。じゃあ次にマスカラもつけていきますね。使っていくのはミネラルロングラッシュマスカラのボルドです。ぐっとねこの下から上の向きだけでまつげも綺麗にカールアップしてくれるマスカラになってるんですね。やっぱりねできれば重ね付けしていただいてしっかり色味を出していただくのがおすすめです。イベシさん、アイメイクが仕上がりましたのでチークを仕上げていきましょう。すごくね今日のメイクにおすすめなのがこちらのミネラルマルチパウダーのトープピンク、ね、甘くならないでしっかりと愛らしさも女性らしさも表現できるというカラーになりますので、こちらを使っていきましょう。特にあのマスク環境とか、チーク隠れちゃうじゃないかという方はもうこのフェイスラインですね、乗せていただいてもいいです。丸めに沿って広げていくぐらいでいいんですけども、どうでしょう、表情が綺麗で。本当です
ですね、うん、それからあまりカラーを感じさせないぐらいがいいかなと思います。ここも実はね、大人っぽいメイクの仕上げ方、バランスの取り方のポイントになります。いよいよメイクをフィニッシュしていきましょう。はい、もうそろそろ終盤ですね。はい、楽しみ使っていくのはですね、こちらですね、ミネラルリッププランパー。塗っていただくだけでね、口元のシワも目立ちにくくなるっていうね、うん、ケア成分たっぷり入っているヘアリップなんですけども、こちらをさっとね塗ってみていただいていいですか。すごくね今日のメイクによく合うかなと思ってチョイスしました。すごく透け感があるんですね、うんうん、大人っぽいメイクで、さらに大人っぽいからでもすごく透けているので、すごく清楚で透明感のある質感のものになっているんですけども、さらにこちらのツヤが色っぽさをさらにアップさせてくれますので、今日のメイクにはプランパーで仕上げていただくというのがね、すごくおすすめになります。すごい印象が、うん、すごくね、すごく素敵です。大人っぽい、可愛い大人ですね。大人だけどゆべさんの元々の、ね、愛らしさともちゃんと残っているよね、バランスになっていると思います。はい、ということでゆべさんのメイク完成になります。ありがとうございます。次にゆきらさんのお悩みお伺いしてよろしいですか。はい、私の悩みは見た印象として、あ、素敵、女優オーラがあるみたいな風に見られたくって、いろいろ研究をしたところ、メリハリのある小顔になりたいなと思ってます。それではエトボスのアイテムを使って、もともとのイケロさんの骨格綺麗なんですけども、その骨格を活かしながら印象が締まって見える、うん、メイクをご提案したいと思います。じゃ早速始めていきましょう。お願いします。まずアイメイクから仕上げていきましょう。はい、今日使用していくのはこちらのミネラルマルチパウダー、ヘルシーオレンジ、うんっていうカラーなんですけど、はい、こちらはすごくブラウンに近い性質を持っているので、ぐっと表情を締めてくれるんですけども、今年のトレンドのオレンジが入ってますので、はい、一色で立体感のある目元が簡単にできてしまう、上にトレンド感もバッチリ出るっていうカラーになりますので、はい、今日はこちら単色でアイシャドウを仕上げていきたいと思います。太めに入れていただいて、だいたい二重幅ぐらいと思っていただければいいかなと思うんですけども、この際ですよね、際の際、ここにしっかり効かせていくっていうところが立体感のある目元を作るコツになります。ピタッとブラシを当てて左右に振るような感じでのせていっていただくと、しっかり根元についていきますのでね、すごく下の方に入れてもらった時にも、こう下に思いっきり塗っちゃっていただいて OK なので、多分指でスーッとこう滑らせる感じで伸ばしていきます。上まぶたですね、徐々に徐々に薄くなるように乗せていきます。ある程度伸ばしていただいたら、また指を使ってなじませていきます。ということでアイシャドウが完成したんですけども、はい、いやーすごい立体的な目元になった感じがします。はい、これでアイメイクがね完成しております。それではチーク仕上げていきましょう。はい、はい、ミネラルプレストチーク、シナモンベージュ、やはり質感を出さず、はい、ツヤ感を出さずにやっぱり締めていきたい、うん、このような感じでこう滑らせると、すごい入ってますよ、綺麗に。このね、数字の3の字ですよね、こういう感じで外側をなぞって、このチークのところに少し入って、でまたこの外側に、名前もね、スキンフィットブラシっていうブラシなんですけど、ピタッとねフェイスラインにフィットしますので、グッとこう仕込んであげて逃がしてあげる感じ、表情が締まってきて、分かります、ね、すごい顔のフレームがギュッと引き締まった感じがします。結構しっかりマットな感じがするんですけど、うん、はい、なんかどんな技を使ったんですか。だってこうやって触ってるとツヤが出るんですよね、うんうん、ピタッとでそのままぐーっとこう線上に行ってしまうと、うん、はい、うん、逆に磨かずにマットになるっていう、発色をすごく強化できる、ぜひトライしてみてください。はい、行ってみます。池名さんも最後リップで仕上げていきましょう、はい、お願いします、はい、
クレヨンリップのねミネラルクレヨンルージュ、はい、ヌードテラコータです。これでもういつも通り、はい、ラインを取るような感じで、はい、リップライナーよりだいぶカジュアルに使えますので、分かりました。グリグリっと塗りつぶすだけで、はい、口元につけてみてください。発色が綺麗ですね。そうなんです。質感もすごくね今っぽいですしね。そして塗りやすい。実はこちらのカラーは復刻してるんですよね。うん、すごくもともと人気色だったんですが惜しまれながら一度ね、なくなってしまってたのがね、名品が復活したんです。立体感のある丘を作りたい方におすすめなアイテムになってます。いやまさに探していた一本です。はい、はい、ということでこれでお二人のメイク完成になります。メイクのポイントなんですけども、ゆでさんのメイクの場合は大人っぽいカラーを使ってメイクをしていきました。それからゆきなさんのメイクの場合はポイントとしてですね、フェイスライン、こちらをチークカラーでしっかりとスキンフィットブラシを、ね、使ってあえてね質感を出さずに締めてみました。こちらがお二人の大きなメイクのポイントになります。どちらもすごく簡単なのでね、あらぜひ日常のメイクにもねご使用いただければいいかなと思います。今回はインフルエンサーのゆべしさん、ゆきなさんのメイクに関するお悩みに答えていきました。いかがでしたでしょうか。皆様の参考にしていただければ嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。